はい、どうも久々のビテパでございます。誰立ち沢でございます。誰この人、誰、こんにちは。いや、今回ですね、あのジョイジョイとか友知がいないってことで。誰俺も急に呼ばれたんだよ。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。はい、そう、トモチとかね、ジョイジョイがいないっていうことで、はい、私は皆さんご存知、世界中に笑顔と元気とパントマイムをお届けしております、スーパーパントマイム伝道師のシスターひろみと申します。画面の向こうのお友達もここにいるお友達もシスターって大きな声で呼んでください。せーの、シスター。はい、ありがとうございます。ということで今日はこちらの、はい、立ち沢でございますね。進めていきますけれども久々のビデパなんですが、今日何やるかと言いますと、はい、パントマイムギャラリー2022のフレッシャーズ版というのをですね、この前やったんですけれども、この前、はい、はい、そうですね、2週間ほど公演されたんですけども、1週間ほど前、はい、それをですね、その中から一作品見ていこうかなと、うん、思うんですけれども、うん、これを振り返っていこうかなっていう感じなんですが、うんうん、その作品に携わった方々をちょっとゲストで呼びたいと思います。はい、まずですね、武漢で携わりましたシーナマンさん、イエーイ。シーナマンです。そうですね、スペシャルゲストがいます。はい、出演者の高橋直樹くんです。イエーイ。どうも、高橋でございます。よろしくお願いいたします。はい、で、直樹くんを呼んだということは、作品を、うん、直樹くんの作品を見ていこうと、はい、ということなんです。まず今回は、いや、まあ、とりあえずですね、作品のダイジェストをですね、はい、見ていきたいと思います。それではダイジェストをよろしく、うん、どうぞ。自己紹介ですね、ちょっと、皆さんの紹介をしていきたいと思うんですけども、あなたが忘れたのね。そうですね、はい、お願いします。まず武漢を務めました、はい、シーナマンさんで、はい、シーナマンです。ご自分でどうぞ、はい、以上です。え、シーナマンはこう見えてパントマイムもできます。はい、あのこの間のね、9月のゆるっとマイムではね、素晴らしいあの舞台を見せてくださった。いい舞台でした ね、うん、はい、以上マイムリンクのね、いつもメンバーで頑張っております。はい
はい、そしてこちら、はい、じゃん、はい、今回 の、 フレッシャーズ公演の出演者高橋直樹と申します。普段は真空館、パントマイムスタジオ真空館で活動しておりまして、まあ、9月に1回公演があった時は、うん、今回フレッシャーズの方ではソロをやったんですけど、こう複数人でやるアンサンブル作品とかもやったりしております、うん、はい、体が大きいことと顔がちょっとうるさいことが特徴でございます。はい、よろしくお願いします。イエーイ、ありがとうございます。はい、そういうことで、はい、ということで、先ほどダイジェストでご覧いただいたフレッシャーズ公演なんですけども、うん、他にもですね、出演者、4人いらっしゃいまして、先ほどご覧、全部で4人ね、あ、はい、全部で4人いらっしゃいまして、はい、先ほどご覧いただいた最初の作品が納豆、うん、片岡博樹君の作品です、うん、で、2本目に見ていただいたのが高橋直樹さんの、結婚式。よかったのよ、これが変わらず良かった。あとでじっくり。3本目が、トリックはトリート、アリサ渡辺さんの作品です。可愛かったね、これもね。うん、で4本目、人生ファンヒソンさんの作品。これがまた可愛いな。ちょっとね、泣ける感じ。泣ける。泣けたね。で、うん、はい、で、5本目、月を描く、アリサ・渡辺さんの作品なんですけど、この作品の前に、うん、お客さんからお題をいただいてね、うんうんうん、即興パントマイムというのもやってらっしゃいました。面白かった。で、6本目、うん、いいね。これも高橋直樹さんの作品です。うん、そして、7本目、アメリカンヒーロー、ファンキソンさんの作品。うんうん、そして、最後、ここから、片岡博樹さんの作品ということでね。はい、大変ボリューム感のある、まあ、そうなんですね、うん、でも結構全然フレッシャーじゃないじゃんね。そうそうそう、作品のバランスもすごい色とりどりだったし、ね、構成も良かったね。良かった良かった。本人たちがね、4人集まってプログラムの順番とか、ね、決めた、うん、構成をね、司会を誰にしようとかね、その辺も素晴らしいチームでした。じゃあ最初からちょっと振り返っていきたいと思うんですけども、納豆、片岡博樹さんの作品なんですけれども、うん、どうでしたか。あ、納豆納豆ね納豆、素晴らしいです、うん、納豆ね、自分が納豆になってます。納豆そのものを体で表現するっていうアグレッシブな作品でした。粘ってた、一発目にしたすごいインパクトがある作品でしたね、うん、で、2本目が、結婚式、これは後でゆっくり語っていきましょう、はい、で、トリックアトリートアリサさんの作品なんです、うんうんうん、これもね、いろんなアイデアが盛り込まれてまして、いや大変でしたね、裏は武漢が武漢が武漢がね、まあ、パネルを使ったり、ね、道具を使 う、 そう、道具を使う、ね、テーマだった、ねね、本人が言うには今回道具を使うっていうのはテーマっていうことでね、うん、おやりになってたね。パントマイムとちょっと手品的なね、うん、両方組み合わせてでもすごいカラフルな感じになりましたね、うん、そうそうそう、衣装もとっても華やかな感じだった。そうそうそう、うん、とってもいい作品でした。そして4本目、人生ですね。泣けるね、名作ですね、泣ける、素晴らしかった、ね、たっぷりやってた、ね、ちょっとフレッシャーズでファンさんって反則じゃねえかっていう人生を語っちゃうし、フレッシャーズで味なかなか出せないだろうし人生の奥行きをフレッシャーズなのに出しちゃう。これね、公演のタイトルが間違った間違えてた、そんなことない。その人生っていう作品は、韓国、ファンさんが韓国の、ね、方で、うん、韓国の若手のユン・ソングソン君の作品をファンさんがね、やらせてもらったということになって、なったね、素敵な作品です。え、リュウさんって誰？リュウ、韓国の一度ね、こちらでも公演したことがある。こちらやってもらったそうなんですね。秀城さんとコラボでやったりとかした男子でございますよ。あれ見た、原作、原作の作品になっております、はいはい、そして、月を描く、渡辺さんの作品ですけれども、うんうん、その前にね、即興のお客さんから3つお題をいただいての即興をやったんですね。3公演でね、結局全部違かったので、あれすごかったですね、うん、フレッシャーズがやることじゃないだろうっていう、そうそうそう、ベテランのめちゃくちゃ受けてましたね。そう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 、あとに自分の作品をやる、うん、そう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 、
これもまたね、ちょっと一風変わった、うん、キャンバスがあっての絵を描きながらパントマイムしながら、うん、後ろに、これも道具が大変だったそうそうそういろいろシートを引いたりねそうそうそうみんなでもうね、そうなんですよ出演者の絵の具つかないようにっていうのが大変必死だったね必死だった、いやいや作品すごいね、素敵な作品だった、うん、真っ白いキャンパスがだんだん黒に染まってってどうなるかと思ったらそこに月がなんで言っちゃうえまあまあまあ、ギリギリ、ギリギリセーフか、ほら、これからね、まだ見れる、見る方がいらっしゃる見れるから、ほらそのため、今日やるダイジェスト、ダイジェストなかったダイジェストにはないでしょ、そこは聞いてなかったことにしていただいて、ギリギリセーフね、詳しくは見ていただいて、そうそうそう、まだね、あのアーカイブが残っておりますのでね、ぜひねはい、それだけじゃなくて彼女のね演技力とかも素晴らしい。素晴らしい。本当に新鮮な見た方がいいよね、あれはね。で次がですね、いいね。はい。ね、私の作品でしたね。結婚式は後で語りますけども、このいいね、ね、いい作品ですけど、なかなか若手じゃなきゃ出ないような発想ですよね。ああ、まあ SNS 社会を反映した作品。若いのかっていうと、まあ僕もまああれなんでなんですけど、まあでも確かにあのなんていうか。なかなかあの世代はあるかなと思いながら、うん、結構社会風刺みたいな部分もあるので、ね、テーマ性があって良かったですね、うん、ありがとうございます、うん、で、次がアメリカンヒーロー。アメリカンヒーロー、うん、これはあの松田光弘さんの作品もファンさんが取り組んだということで、うん、2度目の取り組みでございましたけども、まあもう息つく暇ないです、本人が、うん、本人が息つく暇ない運動が半端なかったですもん、すごかったです、あれは1日2回しかお稽古できないって言ってましたけど、あの全力使い切るような、ね、見応えたっぷりの迫力、ダイナミックな迫力がある作品です。そして、ここからね、うんうん、片岡ひろきさんの作品、ね、今回良かったね、これもね、前もね、ちょっとね、見たことあるけどね、ポロッとさせる感じの、うんうん、今回すごく良かったですね、ちょっとなんか時代的にもね、なんかこう考えさせられるところが多い作品でした ね、はい、ね、ちょっと戦争もテーマになっていたりもするっていうのもありますね、うん、はい、っていう作品の中から、はい、結婚式、おお、これが正しくな作品を今日は特別に特別に、なんと一本全編えご覧いただこうかと、おお、ほんと恐縮ですみたいな、いいんですか、いいの、いやお得ですね、今日ね、そうただでしょ、いいんだ、はい、はい、出血大サービスということで、はい、分かんない、そんなこと俺が言っていいのか分かんないけど何言っていいのか分かんないけど、はい、いいの、はい、それではご覧いただきましょう、はい、VTR スタート、どうThank you.
のシナモンがたっぷり思い出があるらしいですけど、はいはい、途中解説も入りながら見ちゃうんですけどね、はい、解説必要だったってことですかまず、はい、若手がこんな難しい作品をやるのかっていうのはまず思ったんですけどね、うんうん、じゃあちょっとねご本人にどういった経緯でこういう作品が生まれたのかを聞いていきたいんですけど、はい、まあ作品を作るときに僕の中ではテーマは、まあ、2つあったんです。2つあった、うん、で1つはあの一人で何役やれるかなっていうのがもうシンプルにその僕の中でテーマだったんですよね。そうチャレンジ、チャレンジ、本当にチャレンジとして、うん、でかつその、まあなるべくワンシチュエーションその要は一つのシチュエーションの中でなるべくいろんな人が出てくるっていうその環境ってどこだろうなって思った時にかつ自分がそのすごい好きなもの、うん、であこれは結婚式いいなっていう一番ドラマティックだしっていうので、まあ、題材に選んだ。で、まあ、あとはその結婚式ってその当然新郎新婦のものなんですけどこう参列した側もやっぱいろいろ考えることはあってなんか昔こう友達が男友達が一番最初にこう結婚式で結婚した時に結構なんか寂しい気持ちになったのすごい覚えててなんかそういうものも結構いろいろ作品のこうなんていうか、うん、テーマみたいなものにはなってますね。なんか そのあたりが多分僕の考えたものかなって感じです。はい、うん、シナさん作品見てどうでしたか。素晴らしいです。絶賛絶賛絶賛シーナマンさん絶賛なんすっげえいいすっごい良くない良くないか、ね、もうね、うん、いや本番中もシーナマンさんありがたいことにその僕がこれから MC に出るっていうタイミングなのに確かによかったいやもう出なきゃいけない出なきゃいけないみたいなすごいありがたいんですけどMC 出なきゃっていうのがなんか聞かれましたねそうそうありがたい集中できないよもう MC 集中できないよ出演者を袖で捕まえて感想を言うそ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 うありがとうございますって言いながらね、はい、そんな、はい、あのシナマの絶賛の声をよそにいろいろな、ね、意見が飛び交ってた ね、 そうだね実はね、うんまあのパントマイムって普通まあ1人か、うん、それか出して2人3人じゃないですか、うん、大体役を、うん、変えて演じるっていう、ね、今回何人ですか、うん、今回20人以上出してますね20人以上出してる以上20人以上およそ数えたら23ぐらいだと思うんですけどぐらい、まあ、3ぐらいだと思うんですけど、はい、ぐらいなんだまあ普通ありえないですよ、はい、ね見てる人も混乱するし、うん、難しいことをあえて挑戦してる素晴らしい、うんで、あの中で主人公は誰だったんですか。主人公は、まあ、一番最初に出てきている参列者の、まあ、男の人で、まあ、一応この作品を通してその一番特徴がない人っていうのが、まあ、主人公になっているんですけど、まあ、それがやっぱり良くも悪くもこうキャラ付けがまあ難しかったっていうか、まあ、多分そこでこう置いてかれちゃう人もいたのかなっていうのが今回僕の課題ではありましたね。そうですね、見終わった方の意見を聞くとちょっとその人がどこにいたのか分かんなくなっちゃったみたいな、ね、ことになっていた。作り手としてはすごく分かりますよね。もう自分を映している人なんですよね、その主人公がね。いや、主人公だからね。で、普通はね、割と変にキャラクター付けはしないできないっていうかな、うん、一般的にはね、結婚式だったら新郎を描くとか新婦を描くとかだけれども、うん、あえてその参列者を描いて、うん、そうですね、うんうん、が最後タクシーで今後あそこから恋が芽生えるのかかくないな、うん、そうそういう感じで、はい、で最後はタクシーの運転手さん、はい、そうで終わる、で終わる、はい、そうそうそう粋な、まあ、そこがまた粋なところだよね。で照れ隠し半分ですけどね、あれはね、うん、もう照れ隠し半分ですけど、うんなんね、そういう出会いがあったら今ね、あの主人公にね、いいですよね、やっぱ最後なんかふわっと希望で終わってほしいっていうのはなんか作品作りをしてて思うことですね、うんうん、なんか、まあ、結婚式、そうね、あの大体もう 出てくる人っていうのはもう分かってるじゃないですか、うんうんうん、だからあこういう人もいるいるいる、新婦もいる、この人もいるっていうのがもう共通のなんか認識をして分かってるんで、あの何役やってもあああれね、あああれねってこう結構ついていけると思うんですよ、うんうんうん、
ある程度決まったなんていうそれついてってるのは、うん、まあシーナマンがシーナマンが一番ついてってるそうかな、まあ、まあ僕のお客さんも結構その、まあ、いろんな方に見に来ていただいたんですけど、うんうん、まあ、何回かやっぱ見ていただいた方は分かる、うん、で初見で見ていただいた方の中で結構2つに分かれていて、うん、やっぱりそのちょっとこう何やっているのかこう置いてかれちゃう瞬間があるっていう方もいるんですけど、うん、あのこれは来た、これはちょっと身に覚えがあるっていうのは、あの圧倒的にやっぱり独身男性気持ちが分かるってこと若い独身男性はなんかすごい、あのなんかありがたいことにそれをなんかすごい言ってもらえて、でもなんかそれは嬉しいんですよね、シンプルに嬉しい、そうだね、あの、うん、気持ちをね、うん、なんか共感してもらえた、うん、そうなんですよね。だからやっぱみんなあの二次会、もう結婚式も二次会終わった後に男だけで三次会とか行ったりするんですよ、うん、結ちょっと寂しい、そうそうそう、寂しいメンバーが、そうそう、なんかタバコとかみんな吸ったりするんですよねなんかやっぱなんかあるんだなみたいな、その先に男友達先に結婚しちゃったみたいなのってどうって、なんかそれはなんか聞いたら、うん、あ、なんか嬉しいな、初見でもなんかそれ分かってくれる、だから多分その子たちは最初から主人公と同じ気持ちだったんだよね、うん、あ、そうだ、最初から主人公が見えてる、うん、だからその人から中心で見てるからついていきやすいっていう感じね。かもしれない。で、真面目なダメ出しをすると、はい、あの誰？え、ワンさんがダメ出しをしますけど、真面目なダメ出しをすると、ちょっと上下のね、あのが変わっちゃうっていうのが。ポジションがね、登場役のポジションが、居酒屋の時ですよね、居酒屋で逆になってる、座ってる場所も、うん、そうですね、そうです、そうです、そう、懸念の時に気づいたんですよね、それ、うん、まあ、明かりがパーッと変わるしね、分かったんだけどすみません、あの1個言っていいですか、はい、まあ、シーナマンは、まあ、あの本番通してね、舞台監督さんですので、はい、一番この作品を見てる、まあそうですね、見てる人、一番回数、袖、まあ、から全部見てますから、作品見せから、ゲネから本番からっていう感じで本番の回数全部見てる、すごいもう理解してくださって、はい、素敵なお客さん、一番のお客さんですね、素晴らしいお客さんです。だってことは一応ね、一言お伝えして、はい、何ですか、真面目な話でいいですか、はい、どうぞ、はい、そういう場です、複数のキャラクターを描くときに、はい、あの基本限界3人だと思ってるんです、うん、要は上下センターにキャラクターを配置してその位置関係であの見せる、で、これをさらに増やそうと思ったらこの下の人を今度中心に今度こっちで上下センターをもう一個作るっていうのを繰り返していけば、あ、なるほど、あの、まあ、理論上いっぱい描けるんだけど、はいはい、あとはキャラクターをどれだけ個性を出して変えていくか演じ分けていくかってことだけど、うん、だからそのベースがずれちゃうとお客さんが分かんなくなっちゃう、うんうん、上にいた人が今度下に行っちゃって、うん、下にいた人が上に行っちゃってなると見てる人があれどこ行っちゃったの、うん、ってなっちゃう、確かに、でそれを犯すんだったらどれだけそのキャラクターを濃くしとくかとか、そうですね、主人公を薄くさせるんだったら他の周りのキャラクターを濃くさせてその人を分かりやすくしてあげるとかっていう工夫があったらよかったかなっていう気がします、そうけどけどありがとうございます、でもおっしゃる通りおっしゃる通りかなと思います、でもシーナマンなんすか、いやでも見て分かると、うん、うん、そのまあセオリーまあ分かんないけど、うん、あこれは誰、あこれは誰、お来た来た、そうだね次だよねこれだよね、そしたらこういう人来るよねみたいなのが分かると嬉しいんですよ、ね、分かると嬉しいです、ね、とっても見てて、うん、そうだね、うん、ああいるよいるよみたいなね、うん、別に位置関係そんなに関係なくてもキャラさえちゃんと発見していれば全然成立したと思う、キャラがねしっかり入ってくればねとは思う、うん、そこはほらまだまだね何回もやっていく作品なんでしょ、うん、そうですね、だからそれで、うん、しっかりつけていけばちゃんと見えてくるんじゃないか、そうですね、うんうん、はい、女子とか役も女子のもうあれはさ、つまり
立った瞬間にそれを分からせなきゃいけないから、うん、立って何かして分からせるんだと思うさ遅いんで、うんうん、立ってこうしましたじゃなくてこうしましたでその人って言ってるともう遅いから、うんそうですね、形でそこを見せてこなきゃいけないっていうのね、はいはい、それはもうこれから の、 あの課題、うん、もう最後の女の子ね派手すぎずにちょっとこういい感じでしたよね。いい最後の女子はいいのよ。あ最後の女子は OK。あーそこは OK。その間のさ、間にいろいろ出てくる人たちのことが混乱するから、もう最後はその、あの場面はもうさ、パッと見た時、パッと変わった途端、分からせなきゃいけない。もうあの最後はもうあの曲かかってればもう大体わかるんですよ。大体もうあのお客さんも見当がついてる。あここでなんか素敵な女子出てくるんだっていうのはもうね大体わかってるからそこは心配いらない。そうそう。でやっぱ演じ分けってそう難しいなと思いました。まあそういわゆるその今年僕が今年作った新作のネタになるんですけど今回やった作品は、うん、なんか。やっぱり女性を演じるって難しいし、こう自分からこう属性が離れていけばいくほどなんかどん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 やっぱなんていうかな入り込むのが大変になってくる。でかつ20何人もいるとどんどんこう脳がバグってくるっていうのがね、こう今回だから。そでもそこがねチャレンジだもんね。そうですね、そうですね。だから本当長くいろんなことに、ねうん、なっていけばいいのね。長くちょっとね。そうですよ。練習していこう。こんだけ。推しの人がいるからさ、この作品推しの人がいるんだから、これをもっとさレベルアップをだんだんしていったらさ、ちょいね、まあこのままでもいいって言うと思うけど、言うと思うけど、よりね、全然いい。まだでもまだ伸びしろがあるっていうさ、それこそフレッシャーズです。イエーイ！うわ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 ！映ってる？映ってないって。あ、そう。パントマイムはみんなのものです。エンジョイジョイです。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。なんか絵面が今日地味なんですよ。黒いんですよ。最初ちょいないないから悲壮感漂うところ始まって。すいません、飲んでる？ちょっと飲んでる。コメント読みに来ました。コメントが届いております。いつも通り超飲んでる。はい、お久しぶりです。楽しみにしておりました。新しい司会者、リサさん、こんにちは。お久しぶりです。新しい司会者なの？ザ・ワーさんでございます。おー、すごいですね。臨時って聞いてますけど。相原さん、シスター、こんばんは。ありがとうございます。つやつや子さん、パンダピーにイケメンがたくさん出ると聞きました。期待しています。おー。いつもじゃないイケメンってことだね。はい。ということで、以上です。じゃあ出てって、はい、またねー。ちょっと告知をしに来ました。まだ告知があるんだよね。告知があるんです。知ってるよ、はい、後でね。ちょっと後でね。今ここを閉めるから。ちょっと誰か呼んだ？言ってない。今日来ないって聞いてたよね。今日は声だけの参加で、はい、パンダピーに呼ばれました、はい、じゃあ告知行きましょう、はい、告知あのその前にあれがあるんですね、うん、告知あこちらですね。あ、こちらを先にじゃあ、改めて一番大事な今日、今絶賛配信中のアップにはならない。アップにはならない。でも画面が今出てるな、はい、今絶賛配信中です、はいね、ご覧いただきたいと思います、はい、ぜひぜひ。何日までですか？いつまでですか？29日の土曜日までです、はい、私のもう一本の作品いいねもあのやっているのでぜひぜひ見てください、はい、いい作品ですね。結婚式何回も見た方がいいです、はい、何度も見ないとダメだから。痛い見て、他の作品も素晴らしい作品が揃ってますの で、 そうです、ね、ぜひご覧ください、はい、感激三昧でね、9日まで、土曜日までです。土曜日までぜひご覧ください。はい、ぜひぜひ。はい、よろしくお願いします。はい、そしてこちらね、あのマイムリンクっていうグループのね活動でこのフレッシャーズ版がございましたけれども、次のマイムリンクはこちら、じゃじゃん、バーン、ロングディスタンス、イエーイ。いや、これも出ると思うよ。出てますね。出てますね。そう、これ、はい、裏面、それ表。
裏面、はいはい、これはですね11月の5、6、土曜日、日曜日、土曜日が19時、日曜日が1時と5時、午後1時と5時、はい、全て 3回公演ございます。このまたスタジオエヴァというね、新大久保のスタジオでやっております。こちらに出るのはなんと誰ですか、北京一さんと細川ひろみさんという方が出ております。いや大御所ですよ、すごいよ、すごい2人が共演して大変なことになってるよね。なってますね、はい、どうですか。あ、大変なことになっております。でもす大変なことになってます、ね、楽しみだな、楽しみです、はい、いやこれ見逃せない、伝説的な作品ですから、そう伝説の作品でございます、もしかしたらもう二度と見られないかもしれない。そうよ、今回見といた方がいいかもしれないよ、はい、うん、ちげえねですので、こちら配信、あの遠方にお住まいの皆さんはね、こちら感激三昧の方で配信もございますので、そちらの方もぜひご活用くださいということで、マイムリンクの活動、ロングディスタンスでございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、あのおすすめの作品でございます、はい、ね、ぜひとも見ていただきたい。さあ、ね、じゃあここまでで今日は締めることにいたしましょうか、はい、あれ、ね、何ですか、はい、何ですか、何があるの、来るなら来いよ来るなら探ってみた、声だけで何で探るの、半分入ってる、隠れきれてないよ、隠れきれてないよ、ちょっと見えるちょっと半分、告知がございまして、ちょっと赤い人になるなら、ね、まあ、赤い人の中でちょっと2つ告知がございます、はい、こんなシャツができました。あら素敵、パーカーでございます。見えてるかな、見えてるかな、はい、キラクイベント企画パーカー、応募方法はこちらから、はい、じゃなくて、11月3日にですね、相変わらず南相馬の元町という場所で、イベントがございます。もっと祭りというお祭りを開催します。今回の出演者は9名、前告知では8名だったんですけど、プラス1名の方が来られるということで、今日告知をさせていただきに来ました、出演者はいつも通りのエンジョイジョイ、アコーディオンの稽古、見習い魔法使いユータ、マジシャンのサコン、そしてこちらいらっしゃいます立座ワーさんも出演されてます、はい、おー、そしてジャグリング界の大御所、ハードパンチャーしんのすけ、おーすごいですね、そしてジャグラーのせいやくん、結構若手のフレッシュ枠で出演していただいております。大阪から大道芸人ジーニー、そしてもう一人、なぜか11月3日なのにやってきます山本浩洋。言っちゃった、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 言っちゃいますね、なんで言っちゃダメなの、ねえ、いろいろがございますけどね南相馬に山本浩洋が来ちゃいますね、なぜか11月3日ですからね、結構すごいんですよこれ、あ、そう、ね、はい、4日5日何があるか、それはもうね、あれだことでございますが、まあいいやという、はい、来てしまいますんで、はい、ご期待ください。11月3日、はい、福島県南相馬市もっと祭り、お楽しみに、ありがとうございます。はい、ということで、その3日の後は5、6ですね、ロングディスタンス、スタジオエヴァ、はい、新大久保スタジオエヴァでやってやります。こちらもお楽しみに、はい、はい、ということで、さあ よろしい感じですか、はい、ということで今日はね、はい、スペシャル、はい、ビデパということで、はい、お送りしてまいりました、はい、また次回ね、ビデパいつあるかな久しぶりにね今回開催できました、また、ね、はい、どういうメンバーでやるかもわかりません、また次の機会をねお楽しみに、もしかしたら高橋君が司会をしてるかもしれない、そうしてるかもしれないよもしかしたら、もしかしたらあり得る、あり得る何が回しますよ回しそうだしね、はいはい、じゃあ次回までね楽しみにしていてください、はい、ありがとうございました、新空間もよろしく。